民藝というのは民衆の工芸という意味です。で、安田洋次郎が語ったあの民族の造形ということと、それから柳さんが語った民衆の工芸、どの点で同じで、どう本当は違うかっていうのですね、そこのところをね、私は自分なりにも考えてみたいと思いまして、で安田洋次郎という人は1910年生まれですね、明治43年です。それから1971年に亡くなっています。でこの人は奈良県の桜井市の旧家に生まれましてね、そこで育ちました。でこの桜井っていう町はね、これはもう日本という国の発祥の地なんです。これこそ不信の発祥の地。皆さん、大和というとすぐ飛鳥、飛鳥って、飛鳥が古いように言ってますけど、飛鳥よりもね、ずっと古いです。桜井はね。で、発祥の地で、無数の古代遺跡がありますね。